ミワタクシーは、ミワ自動車を利用したタクシー。東南アジアから南アジアにかけて多く見られ、最近では南欧などでも普及している。国によって呼び名は異なり、インドやパキスタンではオートリクシャーあるいはリクシャー、バングラデシュではベイビータクシー、ネパールではテンプー、スリランカではスリーホイーラー、インドネシアではバジャイ、フィリピンではトライシュクル、 タイでは、自動車タイプは、トゥクトゥク、オートバイタイプは、サムロー、ラオスさらに、ポルトガルなどで、サムローと呼ばれている。運賃交渉制のタクシーで、庶民の交通機関としての役割を担っている。同時に都市に流入する労働者の受け皿となる、産業でもある。かつてのサムローやシクロ、ベチャなどの人力車に置き換わる形で1960年代以降に普及した。 近年はこれら諸国の近代化に伴い、エアコン付きタクシーが普及してきたことや、都市の大気汚染問題と交通渋滞が深刻になったことなどから、大都市での三輪タクシーの営業は、制限を受けたり禁止されたりしていく傾向が見られる。そこで、環境対策を施し、エンジンをより新しい乗用車用に変更したものや、電動車となったものも出てきつつある。 近年はグアテマラ等の中米諸国やポルトガルなどに導入され、一般車を使うタクシーに比べて車両が安価なため、急速に普及が進んでいる。中米諸国では、インドのバジャージ車の車両が使われるが、タイと同様に、トゥクトゥクと呼ばれている。日本でも埼玉県長泥町で2020年6月に、レンタルが始まったほか、千葉県南房総市で、 観光客を運ぶ実証実験が予定されている。日本の法令上は、サイドカーと同じ、側車付け二輪自動車扱いで、普通運転免許で行動を走行できる。構造的には大きく分けて、最初から三輪車として、設計製造されたものと、オートバイの後輪部分を取り払いミワ車として、改造したものがある。ミワ自動車の後部に、二人乗りの前向きシートを設け、 屋根は、ビニール生地の日よけとなっている。乗客の側面は開放されている。運転席は、全席中央にあり、ハンドルは、オートバイと同様のバーハンドルである。インドバンガロールのオートリクシャームンバイでの料金、メーターオートリクシャーは、インド文化圏、経済圏で普及している軽便な三輪タクシーである。もともと、人力車を語源とする人力の、リクシャーがあり。 それに原動機付きという意味のオートが前につけた造語である。バングラデシュのベイビータクシーやネパールのテンプー、スリランカのスリーホイーラー、インドネシアのバジャイは同様の形態である。インドでもムンバイ近郊では大半がメーター製になっている。タイのトゥクトゥクと比べると車体は一回り小型である。最有力メーカーはインドのバジャージオートである。原型となったのは イタリアのピアジオが生産したベスパカーで当初から後部に2人乗り座席を設けたモデルが用意されていた。インドで1959年から1974年までライセンス生産され、契約終了後もバジャージのブランドで販売されている。古いタイプは排気ガスが白煙を吐き出すにサイクルエンジンを搭載しており、大気汚染問題の一つとされる。 このため、デリーやダッカでは2サイクルエンジンを搭載した、ミワタクシーの営業が禁止された。現在では排出ガスがクリーンな4サイクルエンジンや、CNG エンジンを搭載した、オートリクシャーが生産されていて、CNG 化された、オートリクシャーは緑色に塗られている。インドネシアでは、液化石油ガスエンジンを搭載したものが登場している。2018年現在では、 インドでも、主に大都市で、ウーバーや EN、オーラキャブスといったタクシー配車アプリが普及しており、そちらを使ってオートリクシャーを配車することも可能になっている。こちらを利用すると、料金は事前に計算されるため、料金交渉の必要はない。スリランカの高知では、通常のオートリクシャーに、ラジオ放送局とインターネットサービスの機器を搭載した。 e トゥクトゥクが村々を巡回し、情報提供に活躍している。トゥクトゥクはタイで普及している。三輪自動車のタクシーであり、三輪自動車として製造された車両を利用している。名前の由来は、トゥクトゥクと音を立てて走行することによるとする説が有力である。トゥクトゥクにはナンバープレートがあり、自動二輪車や四輪自動車の運転免許では、トゥクトゥクは運転できない。また、 タクシーの営業は法律上大国籍者にしか許されていないため、このトゥクトゥクの免許も大国籍保有者のみに与えられる。トゥクトゥクはバンコクなど大都市を中心として、主に観光客によって面白みのある移動手段として盛んに利用されている。観光客が利用しようとすると、タクシーより割高なのが普通である。かつては日本から輸入した、 ダイハツのミゼットなどのオート三輪をタクシーに改造した現在のタイのトゥクトゥクとはデザインの異なるものもあった。日本の郵政省が郵便収集車をダイハツの3輪、トラック、ミゼットから4輪トラックに変えた際に中古のミゼットを ODA としてタイに並行輸出したのが発端とされ、1965年に日本でミワ自動車生産が許可されなくなり、 日本での製造が止まってから、大国内で、三輪自動車の生産が本格化したとされる。サムローはタイ語で、三つの車輪あるいは、三輪車を意味する言葉で、日本では、サムロとも言う。自転車やオートバイの車体後部に、人力車の客席を接続した形の三輪車を、利用して営業するタクシーである。オートバイを元に製作された車両を利用したものは、サムロークアンと呼ばれている。 サムロー専用の免許が用意されている一方で、サムローやサムロークアンにはナンバープレートがなく、登録の必要もない。自転車と同じような扱いを受け、タイでは飲酒検問などもされない。また、バンコク首都高速での運行はできない。フィリピンでは、トライシクルと呼ばれる、ミワタクシーが大量に走っていて、庶民の足として利用されている。 定員は運転手を含め4人から7人程度で、大きなバス停の近くにトライシクルのターミナルが設けられていて、満員になると発車する。ルートを巡回する運行形態の場合、乗り合い料金は13.5ペソ、人で貸し切り直行タイプは、往路で60ペソ、袋で50ペソである。100cc 程度の小型オートバイを改造した。 三輪自動車や屋根付けのサイドカーが利用されているほか、自転車に側車を取り付けたトライシクルもある。マニラ近郊の待機汚染を緩和する一環として、2011年に電動トライシクルを導入するプロジェクトが行われたが、度重なる水害に巻き込まれたり過酷な使用状況から1年程度の間に半数近くが故障した。2013年からは、 アジア開発銀行の協力を得ながら5億ドルの費用を投入して2016年までに10万台を投入する計画が進められている。日本のベンチャー企業トリトン EV テクノロジーが九州合併テラモーターズの2社が相次いでフィリピン向け電動ミワタクシーの開発生産を発表した。2019年には渦潮電機が フィリピン政府がから受注した電動ミワタクシー3000台を納入した。中国、新洋の三輪タクシー中国の地方都市では、現在もミワタクシーが利用されている。国土が広大なため、地方によってその外見も多様である。日本では1949年頃から大阪を中心に、ハン・タクと呼ばれるミワタクシーがあった。 戦前の半円タクシーから名称を流用しているが、料金は一般タクシーの80円に対し50円であった。なお、タイでトゥクトゥクとして利用されている、ミワ自動車を日本に輸入、販売する業者もある。日本ではタクシーとして営業することはできないが、日本の放棄基準を満たすべく改造され、行動走行が可能な自家用車として登録されている。 トライクと同様に、道路運送車両法では、側車付け二輪自動車として扱われ、道路交通法では普通自動車に準ずるものとして扱われる。2016年6月時点、日本国内で400台ほどが販売されている。東京都内の大量利店で使われているトゥクトゥク、日本のナンバープレートにおける扱いについては、かつて発行された、中板の分類番号が一桁の、 7のものや7で始まる2桁のものは、三輪乗用車のためのものであった。それで、日本の三輪タクシーについては、ダイハツ B を利用したタクシーなどに対しては、事業用の7ナンバーが発行されていたと思われるが、現在では、このようなナンバープレートを付けた車は、完全に絶滅している。ちなみに2桁時代は、 自家用も本来の7ナンバーとしての登録が非常に少なく自家用で登録台数が多くなった小型乗用車の5ナンバーの続きとして7ナンバーが発行されているが事業用では5ナンバーの続きとしての7ナンバーも発行されたことがない近年ではタイのトゥクトゥクが世界各地に輸出されて走っていて日本にもやはり輸入されているわけだが現在日本では トゥクトゥクは小型二輪扱いとなり、かつ事業用としては登録できないため、小型二輪の自家用のナンバープレートが付けられている。ありがとうございます。